さて第3試合本日の最終試合でございます。中量級の5回戦赤コーナーに登場いたしますのが日本の空手三段沢村忠です。そして青コーナーには大国フェザー級8位サマンソー・アデイソン選手の登場です。もうファンファーレがいいですね。雰囲気を盛り上げますね。さあいよいよ始まるという感じがしますね。そうですね、サマンソー・アデイソンというのは大国語で偉大なる矢の束というそうですがね、はあ、みんな華やかなリングネーム持ってますね。そうですね。リング上に元気よく登場いたしましたサマンソー・アデイソンです。空手勝つか体式勝つか、まず旗通りのお祈りが始まりました。大国のモノノフが出撃の前に捧げましたというお祈りを片付けまして、無事を祈り、お祈りが終わった後で旗通りのレフェリーの注意でございます。白い空手着に身を固めました日本の空手三段沢村忠です。第1ラウンドが始まりました。両選手激しく動いております。サマンソーが蹴りを見せました。左の蹴りから右の蹴りです。また左の蹴りです。沢村よく腕でブロックしております。左の蹴り、サマンソー飛び蹴りです。沢村蹴りを見せました。リングの中央でございます。手のパンチはまだ出しておりません。激しい蹴りの応酬、回し蹴り、後ろ蹴りです。コンビネーションキックですね。これがちょっとできませんね。そうですね、一つ外れても次があるというですね、非常に高く足が上がりました。右でボディを蹴りました。これはやはり蹴りというのは非常に強力な武器ですね、石川さん。そうですね。体式、はあ、これはね、非常に綺麗な蹴りでした。キックボクシングの名のもとに日本のリングで相まみえた空手と体式でございます。4月の11日大阪で行われましたキックボクシング第1試合に出場いたしました。この沢村忠がラムレー・シーハヌマン選手を2ラウンド飛び蹴り顎に当たりまして KO にほふっております。この沢村もまあ今まで空手をやってね、技を磨いてきたわけですけれども、グローブをはめられますとね、ちょっと容量は違うでしょうけれどもね。そうですね、しかしよく研究してますね。そうですね、ボディだけじゃなくて今の太ももを切りましたね、外側から、あれが非常に強いダメージになります。リングの中央でございます。左のストレートを見せましたサマンソー、それから右の蹴りです。どうですか、どっちが有効だが、まあ、有効蹴りも多いです。やはりまあね、サマンソーの方がですねちょっと多いですね。空手には一発がありますが、体式はどうも連打連蹴りでクリアでございます。これはね、背中の方まで足が回ってますよね。そうですね。第1ラウンド終了いたしまして、ここで2分間の休憩があるわけでございます。さて第2ラウンドが始まります。採点法は10点法だそうですがね、今の採点はご覧になったらどうですか。やっぱり10対9ぐらいでしょうね。そうですか、サマンソーの10に対しまして沢村の9ですか。沢村がサウスポースタイルです。まあ、どうしても空手の方は一打必殺というんでね、一発を狙いますからね、どうしてもポイントも少ないですね。見てますと、このサマンソーの得意の手はやはり右の回し蹴りといいますかね、右の足が非常によく上がるようですね。そうですね、あれ顎まで届きますからね。さて右の蹴りも見せました。沢村いささか防御の方に回っているようであります。サマンソーの頭の上を沢村の足が通過いたしました。サマンソーも蹴りは空を蹴りました。また空を蹴りました。沢村よく防御しております。左の連蹴り、切りました。横腹を打たれますね。あれだんだん効いてきますよ。しかし沢村も今の蹴りはいいですね。
点がありましたけど、あ、ステップダウンしました。沢村のボディをサマンソンが右で蹴りましたが、スリップダウンとしました。まあ、ボクシングと違いまして、その中間距離の打ち合いといいますかね、普通よりもちょっと距離を取っているようですね。そうですね。油断しますと足があらゆる角度から伸びてまいります。油断ができません。沢村が左の目の上を気にしておりますが、少々切ったんでしょうか。第2ラウンド終了しました、まあ、お客さんも堪能したでしょうね。そうですね、まあ、驚きとともにですね、初めて見ました。空手3段沢村忠と大国フェザー級8位サマンソー・アデイソンの5回戦、第3ラウンドに入りました。昭和38年の2月の12日タイ国のルンピニスタジアムで日本の空手選手3人が体式選手と試合を行いました。この時には空手選手の2勝1敗に終わっております。全部ノックアウトで試合が決しました。さあ石川さん、はい、だいぶ白熱した試合になってますがね。そうですね、サマンソーの膝蹴りがよく入ってますね。あ、右のストレート、右のストレートです、やはりこうなりますと手も強力な武器になるというのが分かりますね。そうですね、やっぱりね、パンチは必要ですね。そうですね、1ラウンドには手のパンチは見せませんでしたサマンソーですが、2ラウンド3ラウンドになりますと右のフックストレートを見せ始めました。やっぱりね、早いラウンドは締め襟で弱らしておくんですね。ここで打って、そして最後とどめさせるやっぱりパンチじゃないですか。そうですか、パンチが多いですよ。右の回し蹴りです。沢村かなりダメージを受けました。左で距離を測っておりますサマンソーです。沢村も蹴り返しますね。あの蹴りはいいですけどね、ちょっと避けられてますね。右の蹴りです。足がよく上がりますね。そうですね、じりじりっと風評のような目で沢村をコーナーあるいはロープにかけております。サマンソーです。リングの中央に戻りました。沢村右の蹴りを見せました。しかしサマンソーにこれは今まあ投げられたんでしょうけどね。そうですね、これはカウントは取られないというわけですね。そうですね、右の蹴りが沢村の顎を取られたようです。左の蹴りです。かろうじて沢村ロープに捕まっております。ロープダウンですね。ダメージはどうでしょう。かなり負けてますね。それで距離を測り右のストレート、さてどうでしょうか。沢村防戦一方になっております。足がよく上がらなくなりましたね。そうですね、3ラウンド終了いたしました。どうも採点の方は沢村が不利なようですね。今10対7ぐらいでしょうね。そうですか。左の蹴りを見せますサマンソーです。回し蹴りが得意であります。一方の沢村は飛び蹴りを得意としております。よく足が上がりますサマンソー。沢村も右の蹴りを見せました。あ、足を持ちましたね。そのまま打ちました。あれもいいですけどね。さあコーナーに詰まりました沢村。サマンソー蹴りを見せますか。蹴りました。3回4回。4回ですね。4回蹴りました。非常に有効なサマンソーの武器であります。回し蹴り。またゲットおります。ストレート。打った後で右を出しましたね。そうですね。蹴りと右のストレート続きです。沢村を下押されました。あ、投げました。沢村が投げましたが、沢
なものも披露しております。膝蹴り蹴りであります。大きな入れておりました。飛び蹴りです。どうですかね、ちょっと外されましたね。外されますと、まあ、自分もダメージが大きいですね。そうですね。蹴りです。よく戦いました。しかしついに力尽きキャンバスに打ち出しました一本空手三段の沢村忠。立ち上がることができません。しかしこれからキックボクシングも日本に根を下ろし栄えていくことでありましょう。この沢村に続く3000人の空手選手がいかにして対戦手を打ち破ることができるか、日夜トレーニングを重ねております。日本からキックボクシングのチャンピオンが続々と生まれ出ることを我々は期待したいと思います。